はい、どうもレオジンと申します。今回紹介するガンランスはですね、砂重曹デルクスボーラで合ってるのかな、砂重曹とか言うんですかね、デルクスの、ガンランスでございます。こんなガンランスあったのかって思う方もいらっしゃると思うんですけど、実はデルクスのガンランスあるんですね。見ていきましょう。攻撃力190の切れ味青ゲージ、水属性18、会心防御0の、スロ31個の拡散型レベル2ですね。もうどうしようもないですね。これどう見たってどうしようもないですね。まあ、一応100流スキルで会心率強化レベル3をつけることによって、まあ、パーセンテージプラス8増やすことはできるんですけども、マジどうしようもないですね。これはもう拡散2ってお話にならないのと、あと水属性値18ってマジでお話にならないのと、あと切れ味が短すぎるのでお話にならないということで、もう完全なネタ枠のガンランスですね。もうね、たやすく獲物を放つって書いてる、立つかな、立つか放つなんですけど、ほんまがいなっていうぐらいの性能なんですけども、今回このガンランスを使っていこうかと思います。まあ、攻撃力はまあ190でまあ200に近い、まあね、四捨五入すれば200なので、あとスロ3、1というところですね。まあなので、まあこの2つを重点に置いてというところでございます。もう砲撃を使うまでもないので、まあ完全に殴り特化のガンランスになるかなというところでございます。はい、ということで、装備構成こちらでございます。ね、攻撃6を採用しております。本当は7までね、上げようと思ったら上げれるんですけども、ちょっと今回はガード性能をレベル3にしたかったので、まあ今回そちらを採用しているので、ちょっと中途半端な数値6になっております。まあ6でも十分強いとは思うんですけどね、まあ、1.1 倍プラス10はちょっとでかいか、さすがに。はい、で、水属性攻撃強化、レベル5ですね、1.2 してプラス4と。で、弱点特攻で、回心率を上げております、有効部位のみですけどね。で、あとは合成、心眼、画鏡、あとは攻めの主性ですね、スキル発動 1.1 倍ということで、まあ、ガードエッジとかで、うまく決めれたらなっていうところでございます。で、回避距離アップと、まあ、あとはその他もろもろですね。で、今回、腕にね、バルファルグの装備使ってますんで、体力 50% 以下になると竜属性やられが発病してしまうので、まあ、発症してしまうので、水属性値が死んでしまいますので、体力 50% 以下にならないように戦わないといけないわけですね。はい、ということでステータスこちらでございます。攻撃力229の水属性値25でございます。頑張ったね、これ結構頑張った方だと思います。まあ、25でも少ないけどね。で、会心率がまあ有効部位のみまあ 58% の、まあ殴り特化水属性ガンランスですね。まあもう拡散型レベル2の時点でもう殴りだなってすぐ決めました。装飾品はこんな感じでございます。まあスロ31個ついてるのはありがたいですよね。まああとはそのままいろんな装備から、組み合わせてという感じでございます。はい、今回の5石はですね、精霊の加護1と回避距離アップレベル2のスロ22ですね。やっぱスロット22っていう5石が本当に基準になってくるのかなと思いますね。やっぱここの5石次第で装備構成がガラッと変わるところではあるかなというところでございますけども、まあ僕が持ってる5石の中ではこれが限界だということでございます。はい、ということでこのデルクスボーラー、まあ、ちょっと性能がかなり低いんですけどね、まあ頑張って使っていきましょう。さあ、ということでやっていきましょうか。まあ、今回やっていくのはジュラトドスでございます。あいつ実は、ドロマトリの時ですね、ドロマ取ってる時はね、水属性結構通るんですよ。まあ、まとってない時ダメなんだけど。まあ普段雷属性なんですけどね、まあ、まとってる時だけ水なんで、まあ、この武器少し役に立ってくれるんちゃいますかということで、早速やっていきましょうか。ダメです。方向、早いんだよね、方向がね、こいつ確か。ほら。結構小回りなんですよね、攻撃方法が。なんで、ちょっとちゃんとついたりとかして、隙の少ない技とかでこう攻めていかないとですね。来るか？来た。おい、こっちかな。あ、頭の位置が、あかん。ちょっとずれた。危ないや。こいつ頭にこう、立ち回るのが難しいんだよ。方向来るかな？来ない。そう、ずっとこんな感じ。あ、危ね。投げ払いまでなかなか入らんのよな、ジュラトドスはよ。痛いやん。受け身は取りません。はい。攻めの姿勢も発動させたいし、ね、青ゲージがな、短いからさ、本当は、OK。本当は攻めの姿勢も発動させたいんだけど。痛い。来るか。いやー、ここかな。俺泥まとってる。それまとってないね、それ。あれ、ダメだ。この時ダメージあんま取らんぞ。
肉質もあれやけど。はい、甘い甘い。おお、ナイス。くそ。はい、ほらほら、頭いいっすか。投げ払ってて、あいい。160いいダメージ出るね。頑張ってる。レア後の武器にしたら頑張ってる方よ。さあ、ぐるぐるしてんだろお前。ガードリロード、危ないや。あ、2カウントかそれ、ごめんなさい。おっしゃ、一旦リロード。あー、くそ、バックステップで間に合わなかったからそれ。さあ来るか、来た。あー、やべ、ごめん、ガードエッジの虫の見てなかった。めっちゃガードエッジの入力してた今。そらあかんですよ。やばい、体力半分になる。まず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 。ただでさえ属性が通りにくいのに。いかん、バルファルクの防具はマジ呪いやな。まあ強いからな、仕方ないんだけど。ほらほらほら、危ない。あれ2ヒットすんだね。あ、泥外れちゃった。はい、剥がれなくていいんだけどな。オッケー、叩きつきまでが限界か。はい、いただだ、ここ受け身取りますね。よし来い、来た、もういい、今度こそ。よし来たー。ここね、このダイブした後の頭ね、これ大事だから。ほんと危ねえな。あ、流血撃っちゃった、癖で撃っちゃった。ああ癖で撃っちゃった。相手の隙かわした後流血を撃ってしまう発作が。ああ、来い、ういえ。なんとかね、ガードエッジでこう切れ味を維持しながら戦うみたいなね。まずい投げ払い前で出たらいかんな。お、なるほど。さあ、エリアチェンジですね。あ、なんとか助かったわ。見つけたぞ、ほら。方向する、方向はしないのか。お、泥やってんな、お前。いいぞ、いいぞ。投げ払いまで入れちゃうもんね。そーれ。しょばい！頭で入れないと意味ないのに。はい。離れちゃった。よっ。ブラスターして近づきます。いいよ。あ、遠い。はい、ナイス。起き上がらせて、頭に叩きつけかな。オッケー、寝ましたね。素晴らしい。一旦これは、お、猫で起きねえんだ、なるほど。これ頭に思いっきし投げ払ってたですね。回心率出てくれたら嬉しいんだけど。あそこ、おいー、デルクスボーラーで294出るんだ、すごいな。はい、ほらー、いいっすねー。攻めの姿勢も発動していい感じですよ。あ、ずれた。頭にいるのが難しいんだけど。お、やってんね、やってんね。いいよいいよ。投げ払いやります。あー、投げ払い入らんかった。あ、来ないんかーい。くそ。さあ来るか、来た。いい、バックステップして頭、よいしょ。そう、この位置より大事。おれおれ、切り上げガード付きのループじゃん。おれ、しっぽくれ、危ねえ。ああ、ちょっとスタミナがない、さすがにきつい。ノックバックしたところに叩きつけ、投げ払い欲張っちゃう。ああ、しっぽくるよ、ないよ、かける飯ないよ、気をつけて。頭くれ、頭くれ、俺に。何？あはー、切り上げまで入れなくてよかったのに。ほら、よっしゃ。方向。ああ、ダメだ。ガッチが間に合わなかった。青ゲージを維持したいんだ、私は。あ、いいっすねー。いいっすよ、いいっすよ。来るよ。はい、頭くれ。俺に頭くれ。投げ払いまで欲張っちゃう。当たる？当たらんか、さすがに。そのまま投げ払い、よし、頭ほい、よっしゃ。投げ払い入れちゃうもんね。だー、当たんねむずいんだけど。もう一回来る。はい、来ましたね。はい、
投げ張れ、えい、ー、えい、ー、ダメです。あーなんてのあ、これスタンチャンス、これはスタンチャンスなのでは。厳しい、厳しいなこれ。捕獲チャンスだと、これはゲットするしかない。よし、来た、終わりだ。はい、お疲れ様でした。おそらくあのガンランスの性能自体が低いガンランスは基本的にもう殴りにするしかないような気がしますけどね。こんだけしっかりとあの装備組んでもこの程度かっていうのがまああるよね。仕方ないけどね。まあでもまあまあ、この武器だったらどう組むかっていう考えるのは楽しいからね、うん。まあ、皆さんぜひ使ってみてくださいとは言わないですね。この武器は使わなくていいです。重ね着だけで十分です。はい、ということでご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。